世界のジャパンチャンネルへようこそ。2023年10月、東京外国為替市場は1ドル150円という歴史的な数字を記録しました。この円安をどう捉えるかは様々ですが、円安によって大きな影響を受けている国があります。日本円が安くなったところで、お隣には関係ないと思いきや、どうやらそうでもないようです。今回は、記録的な円安で、韓国製品が売れずに韓国経済大ピンチに関する話題をご紹介します。記録的な円安ドル高が続く中、日本円と比べても韓国ウォンは相対的に高くなっており、対ドル同様、円安ウォン高の状態です。円安とは、日本にとっては輸入には不利ですが、輸出には有利になります。逆に言えば、韓国にとっては日本からの輸入価格が高くなるため、貿易収支に大きな影響が出るのです。実際に円安の分、日本の製品が売れて韓国の製品が売れずに、韓国は貿易赤字になってしまっているのだとか。特に日本と輸出競合度が高い韓国の自動車、鉄鋼などの輸出競争力を落とすことにつながります。韓国経済研究院は、円安ドル高が 1% 進めば、韓国の輸出量は 0.2%、 輸出金額は 0.61% 減少するという分析を発表しています。そして、そんな円安ウォン高状態の中、サムスン電子が苦境に立たされ、サムスンと村田電機の価格競争でサムスンが負けるという話が出ています。サムスン電機の2023年7月から9月期の営業利益は1840億ウォンと、前年同期比 41% 減少。これは円安の影響で、村田製作所などの部品供給会社との価格競争が厳しくなったことが主な原因とみられているのです。価格競争で日本が勝つことは今までほとんどありませんでした。まさに円安が韓国企業に直撃していることがうかがえますね。こうした円安の状態を何とかしたいのか、韓国では円安の背後にある10年以上にわたる通貨緩和政策が終了するタイミングが近づいているとの分析もあるようです。韓国の分析は願望のようなものですが、実際ブルームバーグ通信の子会社である専門調査機関マーケッツライブパルスが、主要国の通貨及び金融の専門家315人を対象に行ったアンケート調査の結果、日本銀行が来年上半期にマイナス金利政策を解除する可能性が高いという回答が 51% で最も多い結果となっていました。このあたりは何とも言えないところですが、仮にマイナス金利が解除され、ウォン安円高になったとしても、貿易で日本に勝てるわけではありません。ここまで来たら相当な円高にならない限り、韓国企業に明るい未来はないのかもしれません。この話題に対して韓国の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本の製品はどれも大したことないさ。このままいけば半導体は本当に久しぶりにボーナスが出ないだろうね。営業利益めちゃくちゃ減少したのに株価は上がる、おかしいよ。市場ではこのくらいなら善戦したと評価するみたいだ。赤字予想した人たちもかなりいたようだよ。日本は韓国の前に中国メーカーにも押されると思うけど、サムスンが滅びると国が滅びるんだが、サムスンこそ国家の未来でありビジョンである。唯一日本より優位にあるのがサムスン電子なのに、これさえも逆転されたらアウツだ。村田さんがサムスンにコンサルティングもたくさんしてくれたけど、日本の製品はゲーム機を除いて使えるものなんかないよ。日本はもうドルのせいで苦しむことはないようです。
私たちよりは、日本の意図的な円安と超低金利政策が反映された結果だ。円の価値が高くなり、日本没落が始まったことを考えると、今の日本の円安が日本という国をどれほど不況にしてくれるか考えてみなければなりません。ウォン高が進む理由がないのに、円は下がり続けるね。日本がこのように円を長く低く持っていても、経済がうまくいってるのを見るとすごいね。基本の人口が多いからなのか、でなければ、経済の体力が強すぎるからなのか。何か勘違いしてるみたいだけど、企業だけ一時的に好況なだけで、庶民は死にかけている。文字通り、円の価値がクソになるから、物価は上がって、庶民は相変わらず、月給が上がらないので、日本は終わりだね。円安は日本の金利が上がらなければ、当然のことでもあるし、円安で苦しむのは国民だ。物価が上がって生活するのが大変だろう。経済は良くても国民が苦しんでいては、いつか滅びる。円安効果をしっかり受ける日本と、輸出増加率が下がり始める韓国。円安による日本の輸出増加は驚きだ。日本は給料の上昇がないから、今後日本はもっと大変そうだけど。今は、インフレより少し少ない 2.5% 程度の賃上げ。でも来年は 5% を目標にしている。経済成長率より、物価上昇率がさらに低くて、国民の暮らしは似たり寄ったりじゃないか。韓国のように、所得が上がったところで、物価が上がれば似たり寄ったり。韓国とはあまりにも異なる、神日本の経済と企業たち。日本円は落ちていって、日本旅行に行くにも良い。いつも良質の文化を提供してくれてありがとう。日本経済は不況から脱出を知らせるのに、我々は不況の沼に落ちるんだな。ユンソクヨルが長くなれば長くなるほど、不況の泥沼が長くなるみたいで、おかしくなりそうだ。中国との貿易赤字は減っている、と言って堂々と擁護する人もいそう。日本も為替相場の国だ。人為的介入をいくらでもして良いわけではない。それでも国民が貧しい日本より、大韓民国の国民の方が幸せに暮らしているんじゃないですか？韓国人は幸せと遠いでしょう？各種悪い指標は韓国が1位じゃないか。以上が韓国の人々の反応でした。では、この件について、日本の人々はどのように感じたのでしょうか？一緒に見てみましょう。日本の反応。国際社会のあらゆる不愉快の解消のためにも、少しでも早く淘汰全滅を心から願います。やっぱり韓国と本当に技術がある企業とは差があるんだな。円安ってどちらかというと米国の利上げのせいだけど、なんで日本が悪いってなるのかなぞ。韓国がどうなろうが日本には全く関係がない話だな。全くもってその通りですね。自助努力で何ともならない国は捨てるしかないのに、自助努力しないような地域なんてなおさらよ。比べて安かろう悪かろうで売ってきてるからね。そりゃ良かろうの製品の方が安いなら、みなそっちを買うわけで。また、高かろうだったとしても、良かろうの製品なら、それでも需要がちゃんとある。だからものづくりは手を抜いたらダメなのよね。サムスンはゾンビか待ったなしだからな。とうとう外需も終わりか。ほんとあの国どうするんだろうね。10年後の地図表記は南朝鮮になってそう。村田製作所はチャイナにどっぷりだからリスク管理できてないけどね。海外の企業が同じ値段で韓国製を選ぶか日本製を選ぶかは自明の理なんでしょうね。無責任に国民に投資を進める岸田氏もこの状況を直視してほしいものです。というか、価格で負けても村田抜きでスマホ作れんから
円安だろうが円高だろうが積んでる。韓国コスメはえぐい勢いで輸入されてるけど、その業界だけ潤ってるのかな。責任転嫁ばかりして自力救済のできない人間以前ばかりだから。別に村田製作所の功績ではない。中国大好き村田製作所に何の功績もない。世界中の人に同じ価格で販売したら普通に日本製品買うだろう。統治能力の有無よりも個人の利潤とイデオロギーが優先されるご時世ですからね。日本製品に価格競争負けるって相当追ってない。唯一の取り柄の値段が安いって点も、負けちゃったら本当に存在価値なくなっちゃうじゃん。国がなぜ税金を上げるのか、それは円安も関係しているんだろうな。今税金下げたら売れすぎて日本国内のものがなくなりそう。それによって破滅する未来が見える。税金を下げるなら日銀の力も必要。円安が続くようでは日本人の海外旅行者は減っていく一方なのでは。ハワイでもかつて多かった日本人観光客の減少が続き、円安はハワイ観光政府ですらも悩ませることになる。円安政策いい加減で修正しろ。庶民の生活はもう限界だぞ。日本人の稼ぎたい人材は海外に出て行ってしまう。逆にインバウンドはたくさん来るけど、東南アジア系からも日本は安くてお得と言われる始末だ。円安介入でボロ儲けする日本と、国力低下で円安になりボロ儲けする日本企業と、円安で賃金安と物価高と重税に苦しむ日本国民。原材料はほとんどが輸入なんだから円安はダメでしょ。以上が日本の人々の反応でした。村田製作所に負けるのではと言われているサムスン電子ですが、過去にはこのようなことがありました。かつて日本メーカーの独壇場だった超小型の電子部品、スマートフォン向けなどで需要が急増している超小型の積層セラミックコンデンサーで、韓国サムスングループのサムスン電機が2010年度の販売金額で村田製作所に次ぐ2位に躍り出たのです。サムスン電機はウォン安を背景に価格構成を強め、電子機器だけでなく部品でも日本勢の優位性が薄れ始めていました。セラミックコンデンサーはスイッチやコネクターなどと違い、アジア勢が決して追いつけない電子部品とされてきました。内部を分解して組成を調べても、焼き物のように何百度で何分間熱するといったレシピがわからないと、同じ特性の製品を作れないからです。村田製作所の浜地佐中執行役員は、セラミック材料の生成から焼き加減、積層方法などすべての工程のすり合わせの結果、高い品質が生まれると自信を見せています。しかしサムスン電機は品質や性能で日本勢に肩を並べ、リーマンショック後の回復局面でいち早く増産投資に出ました。そしてその後もシェア上位に位置していた日本企業の PDK や太陽誘電など販売額で抜き去ったのです。サムスンの躍進を象徴するのが0402と呼ばれる、表面積が砂粒大の最先端積層セラミックコンデンサーです。アメリカ合衆国アップルが10年に投入したスマートフォン iPhone4 で、高機能化と薄型化を両立させるため大量に採用したことから、他社製も含めて需要が急拡大しました。サムスン電機は超小型大容量の特性を維持しながらも、低角電圧を従来のものから 1.5 倍に高めることに成功。また直流電圧を加えた時に製品の容量が減少する DC バイアスも業界最小レベルに下げて、寿命と安定性が他社製品より優れているとサムスン電機は付け加えました。同社の関係者は、最近の第5世代移動通信の商用化に伴う技術の高度化、
マルチカメラの使用などで超小型大容量で高電圧に耐える MLCC が必須となっている。今回開発した製品は様々な高性能 IT 機器に搭載できると語りました。サムスン電機は MLCC をはじめとする主力事業を強化して2019年の時点で7兆7000億ウォン水準の年間売上を2025年までに 1.5 倍に育てる中期経営ビジョンを2020年6月に提示しました。これに関連し、サムスン電機のキョンギヒョン代表取締役は2026年までに売上は2倍の規模に増やし、主要製品である MLCC の世界市場1位を達成したいとのビジョンを示し、サムスン電機コンポーネント事業部のキム・ドゥヨン部長は 5G 移動通信の商用化と非対面による電子機器の需要の増加、自動車の電装化で急増している超小型高性能高信頼性 MLCC の需要に先制的に対応できるようになったと語りました。このようにサムスン電機の MLCC が技術力や品質の面で日本企業を追撃しているように見えるのですが、これには理由があり、90年代にサムスン電機による日本人技術者の大量ヘッドハンティングがあったことが大きいと言われています。中でも村田製作所からかなりの人数を引き抜いていて、そこから技術漏洩があったためにここまで追いつかれたのではないかとの指摘も。実際に村田製作所はサムスン電機相手に MLCC 関連の特許侵害訴訟を提起しました。村田製作所はサムスン電機が MLCC 製造部門の特許を侵害したとして合わせて4件の訴訟を起こしたのです。結果的にこれは米国国際貿易委員会によって村田製作所の訴えが退けられる決定が下されていますが、積層セラミックコンデンサーを作るには村田製作所の特許をくぐり抜けるのは難しいと言われています。簡単に言えば、算数における1たす1は2の特許を抑えているというほどの基幹特許と呼ばれる特許を持っているからです。その特許を侵害せずにサムスン電機が自力で技術向上が可能だったのでしょうか。何せこれまで韓国には幾度となくあらゆるものをパクってきた過去があります。村田製作所から流出した技術者から情報漏洩があったのではないかと思わずにはいられません。とはいえ、なりふり構わないやり方を見ると、なんとも韓国らしいなと感じますね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。